見てのとおり試合は俺たちの負けだな。だけど純太、どんどん良くなってると俺は思うし、勝つチャンスも作れたと思ってる。これからもっともっと、俺がまだ正式に組んだばっかだから、これからもっともっと連携も上げて、もっともっと俺がジャーメの極意をもっともっとこいつに教え込んで、こいつのサブミッションをもっともっとムイビエンなものにして、そしたらゆくゆく俺たちはもっともっとさらなるムイビエンだ。アベマを見ているクソ野郎ども、アベマ無観客テレビマッチが始まってあれから1年、状況も今このような感じだけどな。おい、ノアは歩みを止めてないぞ。これからのプロレスリングノアはな、ああいう選手といえばドラゴンゲートの頂点の王座ドリームゲートを取った男ですからね。そうですね、まあ、ドラゴンゲートからはノアには今望月正明上がってますけれども、はい、ただこのエイターはちょっとノーマークでしたね。そうですね、しかも RED というね、ヒールユニットの、はい、トップですからね。あ、なるほど。あ、このエイター選手のことはテレビスタッフも全く知らされずにこう試合が始まったということです。まさにシークレットだったんですね、ジリさんね。これはね、いやもう知ってる方にとっては、ね、すごいことなんですよね。私はすいませんすごいことなんですね。そうですね、はい、業界的にはもう大激震ですね、これは。あ、そうですか。そうですね、しかも RED というあ、まあ、ヒールユニットなんですけど、はい、そのヒールユニットのイメージからは赤なんですけど、はい、赤いユニフォーム、
あのコスチューム着てないということは、はい、これは RED と別ということですかね。やはりこの T シャツを見ると野沢選手との関係できたということ、まあ、一人できたということですか。そうですね、はい、なるほど。あいつら3人しょっぱいわ、物足りないわ、全然。おい、この試合誰が勝ったか分かるか。あ、おい、ノアファン誰だか分かるか。おい、この試合勝ったのはこの俺、エイタだ。おい、あ、おい、近々ノアジュニアのロイヤルランブルがあるらしいな。おいおい、それまだ締め切ってねえだろな。あ、まだ人数欲しいだろ。おい、俺予定空けとくからよ。おい、しっかり俺もそのロイヤルランブルのメンバーにいる時は分かったか。エイタがジュニアランブル戦、ジュニアランブル戦への参戦を表明しました。まさか、あ、俺たちのチームに、あ、こいつが、エイタが、あ、合流すると誰も思わなかっただろう。あ、これはな、うん、共通の天国にいる、うん、ペルアブヤジュニア、そいつのおかげだよ。あ、ちょっと恩返しできたかなって。あ、ルーツはもともとメキシコで一緒なんだよ、エイタと俺は。あ、まあ連絡先もこの間まで知らなかったけど。おい、どうだ、おい、新しいノアジュニア、俺たちの方が新しいノアジュニアじゃねえか。あ、物足りないよなあ、俺はよ、まあ俺が想像してたのとはるかにかけ離れてたわなあ。なんかもっとすごいかなと思ったけど、いや、ジュニアで一番すごいの俺たち。ああ、やっぱり、うん、それは問題ねえやな。まあ、おい、今日はよなあ、先輩二人に囲まれて試合したけどよ、まあ、俺一人でも緊張したいけるってところ、ああ分かんなかっただろ、お前ら俺が緊張してるっていうのよ。めっちゃ緊張したよ。ルールもよ、よく分かんねえんだよ。おい、何がルールだから。ああ、そうか。おい、俺が来たんだよ、その時はしっかりノータッチで。いきなりこれ読むんか、俺の。おい、まあいいよな。俺が来たんだ、ノアジュニア、どんどん書き回していくからな。おい、その辺でボケットしてるやつら、俺がどんどん首切っていくぞ。分かったか。いや、俺も気をつけよ。ロイヤルランブルで勝ったら次の GHC ジュニアのチャンピオンと対戦ができる。面白そうじゃん、うん、まあ俺が出るってことはそういうことだよな。もう分かるだろ、言わなくても。なあ、なあ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ああ、もう今日はもう佐々木さんに本当に何ですかね、熱い心の内をね、ちょっと何か思われたなと思います。はい、やっぱりあのこの日っていうかね、やっぱりこの日なんかいつも思えば、前大阪でね、四選手と島流札もそうだし、ああ、去年から黒崎とやった時とか、そういうのもそうですけど、いつもなんか最後はね、いつも天井を仰いで見てることが多いなと。なんとなくね、あの上向いて、あのこういうね、負ける強さも知ってるだろうし、お前もう一回行けよっていう風にね、言ってくれてるような気がするし、まあ去年ね、俺も進みますって言って、で今年はね、本当にいい仲間というかね、いいグループができたんで、まあ阪神会同盟はね、もう本当に悔いなく自分はスパッとで、今度はファンキーでっていうかね、うん、こういう明るくね、みんな苦しい時でも明るく前進だけど怖さっていうかね、俺はちょっとリアルなファンキーで生きてるし、うん、そういった部分で仲間に助けてもらいながら、今日もかなりね、助けてもらったのでありがたいです。あのノアのね、初めの頃から一緒にいるね、ムハメド・ヨネ選手、ああ、それから谷口、それから正雄、ね、谷か、ね、ヨネ、谷でね、正雄だけなんか3文字だけど俺とね、本当に
何回負けても何回倒れても俺らはね、起き上がる術を知ってるから。ああ、必ず、必ずみんなに希望を見せるよ。ないよね。頑張りましょう。なんかすっかり僕と田中さん組が、まあもちろん武藤さんと丸井さんがね、人生かけて戦ったっていうのもありますけど、なんとなくすっかりエブゾーライスが僕ら2人だけでしか指導してないみたいな。もちろん出てる結構組む確率高いですよね。でももう本当ゼロワンさんの、ね、タッグリーグから田中さんと組ませていただいてるんでね、本当に違和感なくやれたんで、まあどんなカードが組まれても、もうこのまま無敗でこのタッグはどうにも負けないつもりで頑張りたいと思います。はい、もう本当心強いです。まあ本当にね、まあノアさんにこうやって M ザアライアンスでこう上がらせてもらうようになって結構組む、確率が高いですけども、まあ本当にこう久々に組んだ時もなんかこう久々な感じはしなかったですけど、まあ本当こうそういうタッグをこう重ねていくうちにね、なんかすごいものになるんじゃないかなっていう気はしますね、本当に。はい。さあ小橋さん、はい、これは楽しみな試合ですね。いや、悩んでるっていう清宮がですね、はい、まあテクニシャンの小川さんと試合をするということで、どんな試合運びをするのか。さあ小川が早速ヘッドロック、しかし清宮がヘッドシタスですぐに返していきます。まあ、悩む清宮にとっては小林さんどうなんでしょう、非常にいい相手なのかもしれませんが。そうですね、悩むって言ってまだ24歳ですからね。そうですね、まだキャリアも5年ぐらいですね。そうですね、5年半です、はい。まあ、悩んでずっと僕なんか悩んでましたけどね。あ、なるほどね、はい。井尻さん、はい、今清宮海斗選手という、まあ、このノアの、まあ、未来のような選手なんですが、はい、ちょっとこのスランプに陥っていまして。なるほど、まだ24歳でキャリア5年半なんですが、清宮選手のことちょっと調べたんですけども、出身が埼玉市ということ で、 そうです、ね、私と一緒ということで非常に共通点を感じた。なるほど、清宮選手だけ出身地を調べてきました。あ、そうですか。しかし一つスランプに陥っている清宮海斗、 GH ヘビー級王座を史上最年少22歳5ヶ月で取ったノアの未来です。さあそこに立ちはだかるのが小川義成です。まあ、小川選手は1985年に全日本プロレスでデビューしています。小橋さんは1988年のデビューですので、はい、まあ、小川選手が3年早いんですよね。そうですね、どんな先輩でしたか、小橋さんにとって小川選手は。まあ厳しい、厳しい、寮長だったんですけどね、寮長、はい、はい、厳しい人でしたね、はい、本当にこの全日本プロレスの道場からノアに伝わる基本ですよね、小橋さん。そうですね、このヘッドロック僕も得意技だったんですけど、はい、この必要にヘッドロックをするというのもその全日本プロレスの系譜に一つテクニックとして権利はありますね。これね、しかしヘッドロックする方も結構力がいるんで疲れるんですね、はい、汗をかいてくると抜けちゃうんですよね、はい、しっかり締めとかないと。なるほど、はい、清宮はノアの未来です。しかしこのところスランプに陥っていまして、 6.6 サイバーファイトフェスでも DDT の竹下上野に敗れ復活とはなりませんでした。小橋さんはあの竹下上野戦、この清宮の戦いぶりはどういうふうに見ましたか。なんかもう今一つ元気がなかったですよね。元気がなかった。その原因はどこにあったんでしょうかね。悩むって、まあ、悩むのは当然なんですね、悩んで悩んで本当に自分で答えを見つけ出すしか、そこから抜け出す方法がないんで、はい、もうそれはもう試合を積んでいくしかないですね。まあ、2月の武道館でこの清宮と対戦した DDT の秋山純選手は、まあ、こんなアドバイスをしていました。まあ、プロレスが分からないって言ってたけど、まあ、僕も未だに分からないんだと。でその答えはないんだから、とにかく目の前の試合をしっかりやればいいと秋山選手は言っていました。まあ、経験を積むしかないということですよね。そうですね、36年この世界で生きている小川、対する清宮はまだ5年半です。そろそろどちらかがね、この勝負を仕掛けそうですよね。ブレンバスター返しました清宮。まあ、どちらかにこのペースが傾きかけたところで、また今のように清宮返していくというそういう展開が続いてます ね、 すね。常にシーソーがね、こうどっちかに行かないようにっていう、お互いね、ギリギリのところでそういう攻防もありますよね、はい。
清宮がロープを振っていきます。ショルダースルーの体勢、しかし小川がおっとネックブリーカー、スイングしてのネックブリーカードロップです。簡単にはペースは渡さないと。そして大技バックドロップ、ここでバックドロップ一戦、小川よしなり動きましたね、試合が動きましたね、ここからが小川ギア上げてきます。ギアを上げてくる小川、ロープを送っていく、おっとフライングフォアーム、清宮が体ごとを浴びせていきました。そうですね、ここで追撃を食らってはいけないということで清宮選手もねダブルダウンに持ち込みましたね。さあドローンカメラの映像です、上からの映像をご覧いただいております。これはいい絵です ね、両者がまさに綺麗な大の字、今日はドローンカメラを導入しております。4台のドローンカメラが導入されております。さあこれダウンカウントが、おっとヘッドスプリング、清宮カイトが起き上がる、清宮に力がこもります。序盤にヘッドロックが効いてますね。あ、スタミナの面で清宮選手ちょっと一歩リードしてるかもしれないですね。対角線に送っていったのは小川、バックエルボーからブルメランフォアーム、清宮海斗躍動感があります。さあ行くぞと吠えた小川が立ち上がる、そこへミサイルキック、ミサイルキック、当たりはどうか、小川返した。清宮なんとかしたいところですね。ここまで隙のない攻めをされてしまうと皆さんどうしたらいいですかね、清宮はね。ただ清宮選手もこの攻めはね、何度もね師匠小川選手が体感してますから、これ自分のね身に任せてますよね。おドラゴンスクリュー、そうですね、相手の動きにうまく対応しましたね。お迷いがないですね、足音の字です。これが武藤圭司のこの必勝パターンを盗み取ったかのようなこのドラゴンスクリューからの4の字、去年は武藤との戦いやりました。そう、しかし裏返すと清宮にダメージ返ってきます。4の字は小川よしたりも得意としている。またなんですけど、私も小学校時代友達にこれ4の字かけてもらって、はい、ひっくり返された時に私が激痛走ったのをこれも試しております。本当に真似してはいけないんですけれども、はい、ね、確かに真似さん、真似しちゃいけないことばっかりやってるんですプロレス好きだったんで、好きなんで全部やってるんです。あ、この絵もいいですね、デストロイヤー選手を思い出しますね。そうですね、これあのバックドロップが決まった後に、はい、清宮選手場外に出て左膝を痛めた、そこからもう一試合始まったような感覚ですよね。あ、そうですね、ただそれを両者ともね、リバースの逆エビ固め、逆肩エビ固め、これも小川は必殺としています。となるとこの胸ついた攻撃、それがどこまで出るか、清宮海斗。さあここは正面からいきます、エルを連打していく、最終的に打撃で来ましたね今。ドロップキック、ちょっと低かったですね、いつもより。そうですか、さあまだ続けていきます、ショルダースルー、あー DDT、 小川よく見ていた、しかしカウントは1、流れを渡さないか、清宮海斗、カウンターパワースラム、パワースラムでカウンター2つ、もしかしたらフルタイムも見えてきますね。35、バックドロップ、ここで小川下に勝負に出た、必殺バックドロップはカウント2、よく返した。45分の1本勝負、残り時間10分を切っています。そしてバックにまた清宮いった、ジャーマンスープレックスホールド、返した小川返していきます。これ清宮選手チャンスですね、ここで一気に行きたいところですね、はい、うん、タイガーは阻止された、左膝ですね、スリーパーです、スリーパーで絡みつく、ここで清宮はスリーパーを選択しました。おっとカウントが、あ、危ない、清宮の肩がついていました、気が抜けないですね、全く。小川はどこからでも返してくる、ジャンピング2パット、ジャンピング2カウンター、そしてジャーマン、あっと小川切り返した、投げ合った小川マジック、よく返しましたね今、危ないところでした。さあドロップキック、ドロップキック防がれた、4の字式の、
悔しい、本当に悔しい。でもなんか純粋に今日はプロレス楽しかった。小川さんに感謝してます。これも知ってるので超える方法もね、お互い考えてると思いますね。予選スラムは切り返す。おっとタイガードライバーか。ああいや、これは十字固め。タイガードライバーフェイントに使いましたね。これ丸藤がもうたまに使うこのトリッキーの技です。そうですね、ここから黄色いですね。ここからバリエーションいっぱいありますね、丸藤選手は。杉浦がキーロックに行こう、そして自ら回転していく。ここで回転してさあパーフェクトキーロックを狙うが、おお杉浦がフロントネックロックです。ちょっと丸藤選手隙を見せてしまいましたね。おっと抜けました。うんと、あっと足に行く。アンクルホールド与えないですね。そうですね、アンクルホールド。丸藤もここから切り返し狙っているぞ。狙ってますね。お、丸藤が下から、おっとうまく腕を取った。キーロックいきます。そしてあっとうまくコントロールしてパーフェクトキーロック。井上さん、これどうですか。決まり具合いいですね。これは切り返せないんじゃないですかね。マルフィス選手体重乗ってますけど、あーっとうまく前転しました。そして首に組みついていく。いい返し方を小林さんしましたね今ね。いやもう本当本能ですよね。そうですね、炎で動いてるっていう感じです。あっとこれ、ああちょっと強引に行ってますね、丸藤選手。丸藤苦しそうだよ。これ強引に行くのがきついかもしれない。ああ強引に行けるか。行ければいいんですが。行ければいいんですけど。ああ上げた上げた。難しいですね、こういう場面は。ああスタンディングで、首が締まっています。ああ丸藤が、ああもう丸藤が目を閉じている。いや止まるとレフェリーストップになっちゃいますね。タップした、丸藤がタップした。フロントネックロック、杉浦が丸藤をタップさせました。5年ぶり GHC 栄冠、まずとりあえず5年ぶりの GHC 栄冠おめでとう、うん、ただこの状況わかるよね、うん、GHC ソーベルト挑戦表明させてもらいます。俺は丸藤直道が持ってる GHC のベルトが欲しい。丸藤直道と GHC のベルトをかけて戦いたい。よろしく。以上、丸藤と GHC を戦いたいという杉浦の担当直入なメッセージ。やっぱりこのタイミングでね、向き合ったらやるときはやる男ですよね。あ、赤いベルトを持っています GHC ナショナルチャンピオンですが、今 GHC ヘビーのベルトを指差しました。まあシングルのチャンピオンから小藤康から3つ取りたかったですけど、まあさすがチャンピオン、なかなかそうはいかないなって思いました。まあでも次ラブルが決まってるんで俺も出ますし、ラムル必ず制覇して GC ジュニア選手権、小峠敦志対原田大輔必ず実現させます。今日は、まあ、杉浦さんとの対戦っていうのも何か特別な思いがある。そうですね、やっぱり杉浦さんと組むっていうのは自分の中で特別なものもありますし、すごいそばで見ててやっぱり勉強にもなったし、自分がまた強くなる上で必要な存在、目指す存在だなっていうのは思いました。はい、まあでも次の試合はね、もう杉谷さんも今いないですし、ランブル、ノーサーロンガイがまた誰か連れてきて、おい、ノアジュニア、まだ潰そうとしてるんか、おい、俺はそれを真っ向から止めるぞ、おい、ノーサーは、お前が誰か連れてきても俺が全て止める、誰が来ようが、次のランブル、俺が優勝してやる。以上だ。ワニのことか。いえ。チャンピオンとしての初戦がまさかの結果になりました。
いつもそうだ、杉浦隆。ああ、何かの時に横にいると思ったら突然目の前に立ちはだかって主役の座を奪おうとする。今日負けたこともあるし、遅かれ早かれ杉浦隆とはやらなくちゃいけないと思ってたんで、いいでしょう、ね、最初にやってさ勢いつけさせてもらう。最高のスタートダッシュを切るには持ってこいの相手ですよ。やりましょうよ。滝沢さんの命日に、どう支え続けてきた2人がまたこういう風に惹かれ合うというのもなんか運命的な気がします。それは別に俺らはそれぞれ自分らの口から言わないけども、そういう状態になってるってことはそういうことなんじゃないですか。それは確かに若い力も育ってきてるし、勢いもあるし、新しい景色見せたいかもしれないけどさ、結局何かが足りないからそうなってないんだよ。結局持ってる俺たちが今チャンピオンなわけであって、なんで遠慮なく突っ走らせてもらうよ。杉浦さんはナショナルのチャンピオンでもあると思う。いや俺は今このベルトに精一杯だし、このベルトをせっかく武藤刑事から取ったんだ、このベルトに集中したいから、俺は今はナショナルのベルトに挑戦するつもりは全くない。だから、今日挑戦表明されてお前もかけろっていう言葉はないし、まして俺は今日負けてる身分だから、これで勝ってたらお前ナショナルかけて、俺とやろうよ言えるかもしれないけど、俺は負けてる身分だし、どうぞ赤いベルトかけてくれとは言えない、言えないし、さっき言ったように俺はこのベルトに集中していくから、このベルトをかけてやりましょうよ、なんかやっぱ相変わらず特別ですよね。まあ、僕が勝手に思ってるだけかもしれないですけど、やっぱりまあ丸井さんは今の僕はノアの象徴だと思ってますし、杉浦さんは、まあ、ノアの強さの象徴、まあ、原田は、まあ、僕が勝手に思ってるだけですけど、ノアジュニアの強さの象徴だと思ってるんで、まあ、やっぱあいつともやっぱノアジュニアを作っていくために、まあ、やっていかないと思いますけど、まあ、別にいがみ合うことなく今日みたいにノアジュニアを作るためのね、ノアジュニアを作っていくためのようなね試合を、やっていきたいと思うんで、これから別にそんな敵対することも別れることもないと思うんで、まあ、しっかりまずは、ノアジュニア作るために、ね、次ランブル戦、挑戦控えてるんで、挑戦者受付をね受付けることを俺が、控えてるんで、まあ、しっかり、ノアジュニアチャンピオンとしての、使命をこなすだけですかね。はい、今日ドラゴンゲートからエイタ選手も、まあ、サプライズで、まあ、そのベルトを狙ってるようです。そうですね、実力者と思います。まあ、試合見てましたけど、まあ、でもやっぱりノアジュニアの人間、ランブル戦でみんな試合すると思うんで、そんなに、やわな人間じゃないと思います。全員がノアジュニアにいる人間みんなすげえ人間だと思ってるんで、そんな簡単じゃないと思いますし、まあ来ても俺がきっちりやることやります。はい、お互い頑張ろう。おっす、ありがとう。杉浦さん、ナショナルのチャンピオンでもあると思うんですけど、やっぱり2本欲しいという、まあ2本欲しいっていうか、やっぱり JHC の存在が違うんで欲しいよね、あっちのベルは。丸藤直道だからこそっていう、それが本当だから、その前のチャンピオン新弟子からベルトを奪っても欲しくないだろう。やっぱし何年かぶりに巻いたノアの顔になってまた戻った丸藤直道からベルトを奪うっていうのが一番美味しいし、あとはやっぱしあと何年できるか俺もね、まあ、丸さんと思っても分かんないんでね、あのベルトをかけて2人がやるっていうそのシチュエーションが大事だと思うんで、そういう意味では
三沢さんの十三回忌のメンチのこの日に二人がまた惹かれ合ったっていうのもなんか埋めてみる。まあそういうふうに撮ってくれたらいいよね。三沢、うん、メモリアルっていう大会でもありましたけれども、杉浦さんどのような感想をお持ちですか？いやもう今日いろんな試合があってね、多分安心して見てくれてたんじゃないのかな、うん、と俺は思うけど、うん。プロレス動画配信サービスレッスルユニバース、さまざまなプロレスコンテンツが月額900円でいつでもどこでも見放題。ここでしか見られない試合もプロレス見るならレッスルユニバース。